Internet Radio. Laughter Night. 空気階段の踊り場。こんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。はい、空気階段の踊り場第92回。この番組は若手芸人の我々空気階段が人生のためになる情報をお送りする教養バラエティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、今日ね、収録が始まる前に、はい、ディレクターの星崎さんの家に、うん、ネズミがいらっしゃったみたいな、まあね、話でもちょっと盛り上がってて、ついに侵入してしまいましたかっていう、はい、まあ僕らね、前の家なんかはもうほぼもうネズミと共存して生きてたから。いやー、そうですよ。すごいね、本当に何だろう、有識者の意見をぶつけてたよ。まあね、だからまずその越崎さんはなんかトイレのところから侵入されたみたいな。だよね、なんかトイレに家帰ったらすごいおがくずみたいなのが落ちてて、うん、なんだこれってなったら、よく見たらなんか糞みたいなのも落ちてて、うん、調べたらどうやらこれネズミの仕業らしいという、扉が食われてたっていうね。うん、うん、あれほんとね、うん、これだからまあ経験した人しか分かんないんだろうけど、うん、もう意味分かんないよ最初その場面見た時。え、これ何なのみたいな。なんかその、まあまあ、本当見たことない感じなの。そのゴミの散らかり方とか。このゴミって何みたいな。そしたらなんかその物とかも、うん、なんかこう、ちょっと散らかってる、うん。なんかが倒れてる。例えば缶とか、うん、空き缶とか、うん、ペン立てとかが倒れてる。はい、ペン立てとかあんのいい。いや、俺はペン立てあったから。そう、なんだろうみたいな。で、こう少しずつ部屋を観察すると、うん、俺の場合はね、うん、こうクリームパンが、うん、あれ軽いぞこれと、うん、でパッと裏返したら、うん、中のクリーム全部くり抜かれててあーこれネズミだっていうそこでわかんねえ。でも信じたくないの、うん、ネズミだな、見えてないから。あ、まだね、その存在確認してないもんね。そうそう、まだ信じて、この時点では信じてない。信じたくないんだけど、うん、でもその寝てる時にさ、うん、こう夜とか寝てる時に、うん、なんかこう爪のね、うん、こういう爪がこう移動する音ね、うん、あれと、うん、天井から聞こえてきて天井から聞こえてきます。で、天井っていうか、うん、カーテンレールみたいなとこよ。あ、はいはい、上ちょっとさ、うん、ネズミ一匹ちょっと幅ある、ネズミ一匹だったら走れるぐらいの走れるスペースあるでしょ、うん、そう、ああいうところをこう、うん、できて、ああ、で、あれと思ったら、うん、チューとかって泣いてくるの。チューって言うの？うわうるせえよ、本当によ。うるせえってなんの？いや、うるせえってなんのよ。なんか、おちょくられてる気がして。上からさ、寝てる俺に対してさ。よう、もぐらよ、と。そうそう。チューチューみたいな言ってさ、うん、パッ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 って出て、うん。で、俺が電気とかガッてつけたら、うん、パッつってすごい速さで。うん、もう戻っていくから、うん、だからまず穴を塞がないとダメです、ネズミ出たら。なるほどね。そう、俺の場合はその1万7000の家、ね、前のアパートの家はね、一人暮らしの、そう、ちょっと昔の家の作りだったの。だから結構だいぶボロボロだったんだよね。そう、物置がまず襖の物置で、うん、そうね、そう、でかい襖があって、うん、で多分今でもね、多分実家とかそういう人いると思うんだけど、うん、でかい襖の上に小さい襖がある、うん、なんつう、天袋、うん、天袋って なんだっけ、その天井の部分、ね、あるね、はい、そう、襖があるの、はい、で俺の場合は小さい襖のガラッと開けたところに、うん、そのネズミの入り口があったの。あ、なるほど。そっから侵入してきてたの。あ、はは。そうで、なんかその小さい襖も、うん、要はだからいくらもう閉めても襖だから簡単にもう、うん、食べて侵入してくるから、うん、なるほどね。そうだからなんかね、そういうところを、うん、まず侵入口を見つけて、うん、で金だましみたいなのね、うん、そういうのをそこに入れておかないとダメだ。これは有識者の意見だな。そうなんです。そんな知らねえもん。金だましみたいなの入れとけば、チクチクして逃げるから。あ、チューチューって言って逃げるから。親ってなんか、いつもの入り口が塞がれてるぞ。なんだこれって。そう。ちょっとかじってみたら、チクってなって。そう。チューって。なんで、そう。だから俺もそれで、結構その金だましとか詰めて、対策はしてたんだけど、うん、まあでもやっぱね、なんか、しばらく1週間2週間すると親玉みたいなやつが多分、うん、
なんかそいつが肩を外してボスネズがそうなんかチューとか普通に寝てたらさチューチューとか言うからおかしいなと思ってパッて見たらそれが外れてて、うん、あーこれ多分誰かまたでけえやつが来て外したんだなみたいな、うん、そのもう繰り返しなんですよ。なるほどね。そうネズミとモグラの戦いはそのとにかく穴を見つけることね。なるほど、ね、あともう飯は置かないことです。ああなるほど。飯置いたら絶対食われます。ああ、うん、その結果モグラはネズミしかかからない病気にかかって、ね、病気にかかりました、うん、はい、どうなんだろうね。リスナーとかも出る人とかいるのかね。いやいるでしょ。どうなんだろう。でもまあ越崎さんの家に出るぐらいだから、うん、まあ出る人はいるよね。でこれね環境なのよ。自分の家が例えばすごい綺麗にしてても、うん、それはもう隣の部屋の環境とかあるし。ああなるほどね。あとその隣じゃなくてもっと離れたところの、うん、その部屋のやつがすごい汚くて、うん、そっからネズミがどんどん配管とか通って、うん、ああなるほど。バーっていく可能性もあるから。自分のせいじゃなくてもなることはあるんだ。いやそうあるんですよ。はんはん。そうそうそう。なるほどね。だからもうそれはもうどうすることもできない、うん、だから綺麗にしてても、うん、多分出てる人はいると思う。なるほど。悩んでる人は。ジェイさんもうあの先週ね募集した、うん、あのレンタルモグラがあるじゃない。はい、はいはい、あれでさ、うん、あのネズミ駆除やれば。いやもうやだよ。リスナーで今ネズミにお悩みの方はあのモグラ派遣しますんで。やだ。モグラがネズミを退治しますんで。いや俺だって本当ムカつくんだもん。なんでムカつくんだよ。なんでムカついちゃうの。ネズミ見るとムカつくのよ。もう本当いろんなもう穴開けられてきてるから服とかもそうだし、うん、もうあとしょんべんとかもするからさ、うん、白いシャツとかにさ、うん、なんか普通着ようと思ったらうわみたいな、めっちゃしょんべんしてんじゃんみたいなこともあったもうだから取っといた飯を食われるしさで最高のエンターテイメント場所になってたのよモグラの家は。もうネズミからしたらね、はい、でしょ、うん、だからもうそんな嫌なの。本当にムカつくから俺も見たら。いやでもさ、うん、そんな嫌な思いをする人が増えてほしくないじゃんやっぱり、うん、そのねリスナーの兄貴としてさ、うん、やっぱりリスナーの家に出たネズミはもう兄貴が退治しないと。いやだからどうすることもできねえんだって俺には。だから穴を見つけて、見つけに行ってまず、うん、塞いで。いやだからもう言ったじゃん今、うん、穴見つけてたわし差し込んどきゃいいんですよ。いや金たわし、ね、それも嫌だじゃん。もしさ、うん、その遭遇したら嫌じゃん。俺も嫌だよ自分の家にネズ出てさ、うん、もう本当にパタって対面しちゃったら嫌じゃん。あーとか言いながらやれば大丈夫最初にその音とかにちゃんと弱いから、うん、それそーっとやったら、うん、いきなり顔をペッて覗かせる可能性あるよ、うん、でもそんなんじゃなくて普通にもう穴近くに行ったら、うん、あーって言いながら、うん、あーっつってこうパッてこういろんなとこ叩いて、うん、あーって俺とそうやってやってたから、そうやってやってたから住処に近づくにつれて人間来てるぞっていうの教えないと。目つぶって床叩きながらあーあーあーって言ってパッてタバシをこう差し込む。でちゃんと1週間ごととかに見る。絶対外すから、うん、マジで頭いいから。定期的にチェックして頭いいし強いやつもいるから定期的にチェックする、うん、ボスネズはね。そうそうそう。でまずはさもう越崎さんの家行ったらいいじゃん。いやもうやだよ確実にいるんだから、確実に入り口があるんだから越崎さんの家は。いやだから別に俺好きだったらいいけどもうムカつくんだもん本当に。なんだよムカつくって。もうさだからゾッとするとかさ、うん、そういう感情じゃない。これねネズミ出た人しか分かんないと思う本当に、うん、例えばゴキブリとか家に出たら、うん、うわーとかさ、うん、ビクって言ったり、うん、ゾッとするとか、うん、そういうのあるじゃん。あるある。そうじゃないのよ、うん、パッて横見てネズミと目が合うと、うん、なんだよって感じだよ。でそしたらもうチューとか言って走って。いや本当そうだよ。どういう感じなの。なんだよなんだよっていう感情なのよ。空気階段の踊り場。改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。オープニングでもお話ししました通りね、ええ、あのネズミロケはもう決定しましたんで。いやいやもういいって言ってください。これはいやもうやだよ。これはもうでもだってかわいそうでしょうがないもんやっぱり越崎さんが。いやいやな、なんで嫌じゃん。だっていや俺だって嫌だよ。嫌だけど自分たちの会いたくないんだもうネズミに。番組のね、いやもちろん会いたくはないけど、自分たちの番組を担当してるディレクターさんがネズミの脅威にさらされてんだよ。それはもうモグラが救うしかないじゃん。いやーもう本当に嫌だよ。どうすんの病気かかったら越崎さんが。
いや、病気かかったらもう東京医大行ったら治りますよ。東京医大行って。東京医大行けば治るよ。それを女の子に話せば結婚できる。いやいやいや。そういうことじゃないけど。ね、でも本当に嫌なの、だからもう。いや、でもダメです。これはもう言ってください。もう記念すべき一発目はもう。それはあれですか？はい。実行委員会の方から。はい。今連絡あったから。そうですね。ちょっと、速報が入りまして。レンタルモグラ実行委員の方から。うん。まあ、実行委員会っていうのも越崎さんなんだけど。あ、じゃあ行きますけど、はい、ほんと最後にしてください。最初で最後にして。ネズは？ネズミは。ああ。もう、です。いや、それこれからも NG だから。じゃあ先着1名様。NG とか言っちゃう。だってお前は、だから、真人間になりたいから、人のためになるような行いをするために、レンタルモグラというものを始めようとしてるわけじゃん。そうですよ。でしょ、うん、なのに、その、ほっとくわけ。ネズミに苦しんでる他の人は。いや、だから、そんなに、そのネズミだけに、避けないってことなのよ。ね、いや、もちろんそうだよ。いろんな、あれがあるだろうけども。だから、もうネズミは、うん、でもそれを NG って言っちゃうのよ。星崎さんのところで、やるから。うん、だからやった放送を、困ってる方々は聞いていただいて、参考にして。参考にして、勉強していただいて。ネズミ退治してくださいっていうことなの。で、レクチャーするってことね。そんな2回も3回もね、同じことできないっていう。で、レクチャーするわけね。レクチャーしますから。ありがとうございます。だからもうこれ最初で最後です。はい。はい、じゃあ、ネズミにお困りの方は、その、越崎さん編を聞いていただいて、そう。対策をね、施していただければ。そうそうそう。でも、ネズミとおさらばしていただければ、はい、ということですよ。ああ、これはいいですね。はい。ありがとうございます。というわけで、うん、そのレンタルモグラなんですけどね、はい、先週、だからもう募集させていただいて、うん。で、その、まあ、私がね、真人間になるために、人助けがしたいということで、はい。で、どん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 、送っていただいたのがありまして、うん、結構たくさんメールが届いてたみたいで、そうなんです、はい、ありがとうございます。例えば、まあ、例えばですけど、ちなみに、うん、一通ちょっと紹介させてもらいます、はい、ラジオネーム稲葉の白うさぎ、レンタル内容は焼肉に付き合ってほしいです。まだ一人焼肉をする勇気はなく、一人暮らしを始めた4月から食べてません。お金はそんなにないので、食べ放題の牛角などでお願いします。休みの日の土日でお願いしますということでいただいてますんで、だこういうのでもいいんですよ。よくないですよ、さすがに。さすがに楽すぎるでしょ。選んだでしょ。だってもっといろいろちゃんとしたのあったでしょ。いや、でもだからちゃんとしたのっていうか、うん、そのきつい系というかね、うん、本当にそのだから人手がいるっていうのも あれば、うん、こういうそういう焼肉に付き合ってほしいとかでもありだよってことなの。いやいや、もうそっちの方向に行かせようとしてるじゃん。だってそう苦しんでるじゃん。まずだって苦しんでるわけねえだろ。苦しんでる。焼肉なんか一人で行けよ。いや、だって行けねえんだもん。いいんだよ。焼肉、一人焼肉をする勇気はないんです。勇気出せ、それぐらい。いくらでもあんだから、焼き鳥焼肉。だから最初の一回は俺が一緒について行って、うん、で、一緒に焼肉食べましょうってことじゃん。いいよ。お前が食いたいだけじゃん。いや、違う違う違う。これはだからちゃんとそういうね、ダメだよそんな楽な道を選んだ。救いちゃんと俺が救ってあげないとって思ってるんですよ。救い必要がないんだよ、こういうのでいいんです。どんどん何でもいいから。何でも良すぎるよ。はい、これだったらもういくらでも送ってくるよ多分。いや、だからいいのよ、いくらでも。こういう防波堤がなくなっちゃうよ。いや、いいのだから何でもいいの本当に。いやいや、だってお前の主観で判断してるだけで、うん、この方は本当に苦しんでたらどうすんのってことだから。苦しんでるわけねえだろ。いや、だからそう分かんないじゃん。苦しんでるやつは、本当に苦しんでるやつは焼肉食いたいなんて思わないんだよ。いや、それは分かんないよ。本当に苦しんでて給料入ったから、もう月に1回ぐらいね、自分へのご褒美で焼肉に行きたいけども、でも一人では行きたくない。じゃあどうしよう、友達もいない。あ、こんぐらいいるじゃんっていう。そんぐらいでいいのよ。そんぐらいの感じでもう応募してもらったら、うん、何でもやるからっていうことですよ。ああ、そう。はい。まあもちろんなんか何でもいいです。こういうもう食べる系じゃなくてもね。あと白ウサギって言ってましたけど、稲葉の白ウナギ。あ、白ウサギ。はい。すみません。そうだね。うん、まあだからまだまだ募集してます。はい。まあこちらね、住所、氏名、年齢、電話番号。はい。あとそのレンタルしたい内容ですね。うん。そちらを書いて、踊り場アットマーク tbs.co.jp、踊り場アットマーク tbs.co.jp の方まで送ってください。はい。あと希望の日時があれば、うん、これも一緒に書いてね、はい、送ってください、うん、はい、全然きついのも募集してますんでね、これが当たり前だと思わないでください。焼肉が
これ隠蔽してるんできついやつを今から隠蔽してるわけじゃない、こういうのでもいいですよっていうので例に挙げただけなの別に。隠蔽だよ、隠蔽工事。じゃあさ、きつい依頼がさ、身の回りにない人がこれ応募できないってなるじゃん、それはちょっと違うじゃん。まあまあもちろんそれはそう、気軽に応募してくれてもいいけど、だ、何でもいいですよっていうことなんですよ、うん、はい、もう皆さんどんどんお待ちしてますんで、はい、はい、お願いします。まあだから近々ね、今もういくつか動いてますんで。あ、そうなんですか。はい、近々ね、うん、放送できると思います。あ、なるほど。はい、何でもこちらお楽しみに、はい、はい、よろしくお願いします。それとですね、はい、私の方から一つまた報告が。何回報告するんだ、報告が多いんだけど、多分もうこの2年弱で8回ぐらい私からご報告してるよ。いや、報告大事でしょうよ。何なの報告が。あるんですよ、一、うん、つ、まあ新年明けてね。明けて何でしょう。でもまあ2019年になってから、はい、うん、まあ1週間ぐらいしてからですかね、まあ妹の方から、みーちゃんから、みーちゃんから電話がかかってきまして。はいはいはい。で、あんだかかってくることなの。そう、あるのよ、うん。で、まあ、だから珍しいじゃん。うん。で、俺も、あ、珍しいなと思って、うん、出たのよ。うん。そしたら、もしもしっつって、そしたら、もしもしあのさ、つって、うん、なんか言うことあるでしょって言われた。そうそう、うん。で、あ、そうだ、まあ、その年も明けてるしね。うん、あ、ごめんごめん、つって、うん、あげましておめでとうございますと。うん。今年もよろしくお願いします。で、俺が言ったら、うん、ちげえよ、うん、違うっぽいぞ、それは。うん、何言ってんだよ。これもう一週間過ぎてんだよ。いや、そうじゃなくて、お前、何勝手ラジオでお前流してんだ、この野郎みたいなのを言われまして。バレた。その、もろバレしました。まあ、知らない方のために言いますとね、その、今、あんちゃん遊ぼうっていうコーナーやらしてもらってるじゃないですか。はい。まあ、もぐらがね、妹のみーちゃんと子供の頃にやってたであろう遊びを募集してやるという。うん。その9歳下の実の妹の、はい、みーちゃんとね。うん、ただ、昔は、本当に仲良かったんですけど、うん、知らない方のために言うと、うん、今、めちゃくちゃ仲悪いんです。はい。まあ、仲悪いというか、うん、一方的に嫌われてるんです。拒絶されててね、もう、お兄ちゃんだとは思ってない。そうです、うん。で、周りの友達、仲いい友達にも、はい、兄弟がいる、うん、兄貴がいるってことはもう言ってない。はい。という状況で。はい。隠蔽されてる。そうです、うん。そういう状況なんで、はい。もうなのに、ラジオでね、うん、勝手にまあ話したり、うん、もうましてやその、コーナーをやってると。うん、まあだから言いたいことはいろいろあるんだよ、みーちゃんをやってるからね。そう。あんじゃんあんじゃんって、毎週やってるからね。勝手に、あんたやってんだろっていうので、ああいやいや、って、まあちょっと言い訳しようとしたんだけど、うん、まあその、みーちゃんの方も、うん、まあ言いたいことはたくさんあると。うん、もうそのなんか、電話とか、うん、いろいろ勝手にその家族のこと話したりとか。何電話っていうのは、実家に電話かけた時のこともバレたってこと？もうバレてます。全部バレたの？全部バレてます。いや、っていうのも、なんか、その、今年のまあお正月にね、はい、ちょっといろいろ出させてもらったじゃないですか、ネタ番組とか。テレビにね。テレビとかね。はい、で、そういうので、うん、検索したみたいなんですよ、ちょっと、俺らのやつを。ようやくか、でもそれも。普通家族がさ、お笑い芸人やってたら、もう、なった時点でいろいろ、ちょくちょくは検索するもんなんだと俺思ってたけど。まあまあ。まあ、君の家族はちょっと特殊だから。まあね。ああまあ、普通、まあ関係性がね、ああ普通じゃないから。はい、まあでも、それでも、うん、まあ検索してくれて、はい、で、いろいろ、いろいろそう、なんか見てみようかな、みたいな、うん、うん、感じでやってくれてたところ、はい、なんだこれと、うん、その要は、ラジオが出てきて、うん、ラジオやってんだと、うん、で、聞いてみるか、っつって、うん、で、聞いたら、あんちゃん、あんちゃん、うん、うん、ね、あんちゃん一緒に遊ぼうとか言って、あんちゃん大好きとか、俺が言ってんのを聞いて、めちゃめちゃ怖いやもん。何やってんだ、この野郎と。お前何やってんの？もう言われまして。まあ、とりあえず本当にいろいろ言いたいことがあるけれども、はい、あんま長く話もしたくねえしと。お前なんかと。うん、まあ、言われまして。貴様なんかと。とりあえずもう、コーナーだけは本当やめてくれ。嘘。あんちゃん遊ぼうわ。そうです。で、いろいろあるけど、はい、一番許せない、うん。もうあのコーナーをやめてくれっていう。うん、二度と、あれやんないでっていうの言われまして。うんうん、まあでも、
俺も言ったのよ、うん、まあみーちゃんって言ってるけど、うん、その要は本名とかも言ってないわけだしね、特定されることはないじゃんみたいな、うん、もう言ったんですけど、うん、まあまあ、うるさいと、うん、まあ、とりあえず今度あんちゃん遊ぼうやったらもう一生口聞かないっていうのを言われまして今度あんちゃん遊ぼうやったらもう絶縁、完全な絶縁です。ステッカーはステッカーステッカーもバレてます。バレてる。ステッカーもバレてる。番組ステッカーも、もともとみーちゃんが、その子供の頃に描いた絵を、それを僕らが勝手に家から持ち出して、ステッカーにしてるから、これはとんでもないよ。裁判を起こされたら確実に負けるもん。みーちゃんが描いた絵ね。うん、自分の絵ね。うん、だからもうそれもね、うん、言われたのよ、うん、ステッカーの件も、うん、人の絵勝手に使ってみたいな。たまに実家帰ってきて絵取りに行きたと思ったらあれかよ。なんだよお前みたいな、うん、のですごい怒られたんですけど、うん、まあでもそれもいいやもうみたいな、もう話したくねえしみたいな、うん、とりあえずあのコーナーなんだよ。あれマジで絶対もうやめてっていう、うん、もうこれで約束破ったら、うん、もう一生口聞かない、ああそれでいいんだったらやりな、うん、っていうふうに言われた状態で。お母さんは、お母さんとは話してないの、はい、あ、だからそのうちのまあ母ちゃんもね、お母さんもすごい後ろで言ってました、そうだみたいな。あ、そのみーちゃんがね俺に言ってる時に、なんで勝手にラジオで流すのおかしいよねとかって言ってる時に、そら浜子だっていうので、あんなお前って言ってました。で、みーちゃんは、ま、そのコーナーに一番怒ってましたけど、うん、コーナーを絶対やらないくれっていうので、はい、で、それでその、なん、もうあのコーナーやんないでみたいな話してるときに、うん、その、母ちゃんは後ろで、うん、お前、背中に絵が描いてあるってお前なんだみたいな。お前2番目の親父がお前背中に絵描いてあるとか言ってんだろお前。そういうことを、人様の電波を使って言うんじゃないって。ので、すごい怒ってました。全バレだ、全部バレた。全部バレた。人様に言うことではないって怒った言うのが、その後ろから聞こえてまして。お前は断じて間違っている。すごい怒ってました。ただやっぱね、どうしてもね、その、まあ、何言われても、うん、まあ本当にね、ごめんなさいだけど、うん、ただどうしてもやっぱコーナーだけは俺続けたかったのよ。やっぱり俺もそのみーちゃんのこと好きだしね。うんうん、まあリスナーの方からもやっぱりちょっと好評なお声はいただいてたしね、まあ。うん、もあったし、うん、やっぱあの頃のその関係性っていうのを、はい、やっぱりその、どうしてもさ、うん、その大事にしたいというか。うん、まあ俺がこんなにあんちゃん遊ぼうに固執するのも、うん、それ今のみーちゃんが悪いっていうのもあると思う、ちょっと。まあもちろん俺のせい、もう、俺のせいで、こういうことだったけども、まあ、ただ、ね、でも、ただちょっと責任はあると。その、みーちゃんが、冷たすぎるから、俺は寂しくてこんなことをラジオでやってしまってるよ、みーちゃんと。そう。っていうのもあると思う。それはもう要因、一因ではある、うん。お前がこのコーナーを作り上げたっていう一面もあんだよっていう。まあもちろん俺がほとんど悪いけどね。うん。ちょっとあるよっていう。ああ、なるほどね。そう。だから、うん、もう、ちょっと、まあだから最後にね、はい、もう一回だからちょっと交渉をしようと思って。うん。もう一回やらせて。そう、今からちょっとね、電話で。説得しようと思う。電話すんの？いや、電話するよ。クソ怒られると思うよ。いや、でもちゃんと言うから。何を？だから、もう、もうラジオやってるっていうのも分かってるし。だからちゃんと電話出たら、はい、今ラジオの収録なんだけどっていうのはちゃんともう言います。正直に。それはちゃんと正直に言います。なるほどね、はい。うん、じゃあちょっと今から、じゃあ電話して、はい、まあ、なんとかね、うん、こんな続けられるように交渉しようと思います。じゃあお願いします。かかりました。はい、鈴木です。あ、もしもし。はい。あ、お母さん。何、みーちゃんいる？みーちゃんいないよ。 あ、みーちゃんいない。うん、あれ、あの友達と公園に遊びに行ってる。
あ、本当。うん。何またなんかあらぬことを考えてんじゃないでしょうね。いや、ちょっと謝りたくて電話しただけなんだよね。あ、そうなの。そうそう。で、分かった。じゃあちょっと公園とかで携帯持ってんのかな。じゃあ携帯持ってるよ。うん。じゃあちょっとそっち電話してみるわ。うん、じゃあね。はい。という。いや、危なかったですね。危ないです。あらぬことって。バレてた、完全に。完全にあらぬこと考えてた。いや、別にあらぬこと考えてた。すごいね、やっぱりお母さんってものは。すぐバレた。なんで、じゃあ、今度は携帯の方にね。うん、あの電話してみたいと思います、はい、じゃあちょっと僕の携帯からスピーカーでかけてみます。まあちょっと友達とね、公園に行って子供と遊んでるみたいなんで、はい、俺も多分悪者だと思われてるもんね。裏からだから出ないみたいな可能性もあるって。それもありますね。もう絶縁完了してる可能性。出ませんね。ちょっと待ってください。 LINE の方で、ああ、LINE も知ってる。LINE 電話の方でも、うん、ちょっと電話してみます。出ませんね。切られちゃった。切られた。これもしかしたらもうすでに絶縁されてるかもしれない。時すでに遅し。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらはネズミしかかからない病気にかかったことがあります。うえ。はい、ナビラフターナイト空気階段の踊り場、まもなくお別れの時間です。はい、大丈夫ですかこれは。まあ大丈夫じゃないでしょうね。本当にマークがすごかったもんね、お母さんからの。そうだね、あらぬことを考えてんじゃないでしょうねっていう。あんまり母親からそんなこと言われないしさ。で結局みーちゃんも電話出ないって言ったら、まあだからね、今までそんな、まあこうやって起きてる時とかにね電話出ないなんてことないし、うん、まあ、LINE の方もね出なかったしね、うん、まあ、というわけで、まあ、あんちゃん遊ぼうはねもう終わりになります。最悪の終わり方だよ。想定しゅうの中の最悪の終わり方。これはもう終わりです。バレてブチ切れられて、もう、はい、これ以上もう終わり、強制終了、はいはい、私ももう、はい、関係を悪化させたくないんで終わりです、はい、なんで新コーナー考えましょうか。もう残念ですが、はい、もうアンチャーソブはもう家族に迷惑をかけない新コーナーを、うん、はい、も
も今んとこそうね。考えましょう。2連続で家族に迷惑をかけるコーナーであったからね。僕の母親もそうです。そうですね、うん、迷惑かけないコーナーで。そうですね、はい、新しいコーナーをお楽しみいただければと思います、はい、そうですね、はい、はい、お願いします。小倉すべてのメールの宛先は、全部小文字で踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場 @tbs.co.jp 踊り場のりは RI です。はい、この後1時からは金曜ジャンクバナナマンさんのバナナムーンゴールドです。ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらでした。さよなら。ニンニンドロン。あのね、みーちゃん引っ越すことになったの。だからみんなとはもうお別れなんだ。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。楽しいね。